僕が彼女いないと思った？クリぼっちだと思った？ そんなわけないじゃん。僕にだって彼女ぐらいいるし、童貞じゃないし。誰が童貞じゃおい。童貞だと思った？残念でしたー！ちょっと今からさ、俺、彼女に会いに来るから、みんなは一人でシコシコしてろ。じゃあな、ちょっと彼女に会ってくるわ。おですか。おう、元気元気。ちょっと待った。ごめん、遅れちゃったんだよね。ちょっと渋滞したた。渋滞してさ、前のクソババアがマジで遅いの。いや、ちょっと待った。はい、なんでしょう。いや、ちょっと待ったって聞いてんだけど。まああれ、あれでしょ、今日デートするんだもんね。え、どこ行く？どこ行く？ん、どこ行く？何する？行ってよ、行ってきゅう。はい、わかりました。はい、わかりました。どこ行く？はい、わかりました。ちょ、はい、わかりましたってなんだ？いきなり、断られたような。僕たち、今日デートだよね。はい、わかりましたって、どこ行くって、まだ目的地行ってないし。どこ行くんだろうね。目的地どこにする？どこにするんだろう、本当に。どこにする？ちょっと、いやらしいところでも行っちゃうホテルとか。もうさ、さすがにまだご飯も食べてないからね。ちょっとご飯どこ、どっか行きましょう。はい、そこの丘でした。もういきなり行っちゃうんですか？そこのお宿に、そこのお宿に行っちゃうんですか？あそこのどこ？あそこイルミネーションたくさんね。いいよ。いいよ。いいけど、いいけど、ちょっとご飯でも、お腹ちょっとお腹の空いてるからさ、ちょっと一回エネルギーを貯めてね、そのエネルギーを一気に放出したいから、君にね。ちょっと、ご飯食べるか。ご飯食べよう。わがままはないけど。私はかまわないけど。あ、本当に？でも、お腹空いてるでしょ。お腹空いてるから、食べよう、食べよう、ハート。かわいい。そう？わ、これって何？これって何？そうしそう、これは、デスティニー。じゃあ、どこ行く？どこの店行こう？でも、あそこのさ、丘の上のさ、ちょっとこじんまりしたいつものとこ、あんま人がいないから、あそこの丘の上のポ、丘の上のポーニーに、丘の上のチェーゼ、チェポニョン、ポニョンと、ポニョンとに行こう。実現してないのかな。待って、今から実現しに行かせるから、ちょっと一緒に行こう、一緒にね、一歩ずつ前に進んで行こうか。肉をしていたのでよかった。いやちょっと待ってください。いや今日約束だったよね、僕と一緒に行く、僕と一緒に行く約束だったのに探してたの、ちょっとおかしくない？それは君、何、ここに立ってたのは何？僕を待っていたんじゃなくて、他の人から誘われるの？ちょっと待ってください。まあ、いいでしょう。あ、本当に？行こう。そんな可愛い顔されたら、ちょっとね、行くしかないな。じゃあ行こう。何時頃？今でしょ？バカってあんの？目に行って、巡りでまで過ごしましょう。早めに行って、屋台巡りで。ちょっと待って、丘の上に屋台あるかな？丘の上には、屋台はないけど、下から攻めていくって意味だね。でも、クリスマスに屋台出してるとこあるかな？でも、探してみるね。探してみるよ。見るよ。一緒にでも探そう。一緒に探そう。焼き鳥が好きなんだ。一緒に探そう。まあ焼き鳥。まあ俺もね、今頭の中見えてんの、この人。ちょっと待って。君は、俺も焼き鳥がいいなと思ってたところなんだよ。やっぱり僕たち付き合ってね、もう35年経つからね。まあ長い付き合いだから、私の考えてることがね、わかりますよね。じゃあ、あそこの、エビナちゃんの家の焼き鳥に、エビナスイーツ、スイーツバードに行こう。
買ってこそかけたになります。あ、屋台があってこそ出かけた気分。ああそうだね、わかる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 。屋台でね、いろんな人に話すことによって、ああ僕ね一人じゃないんだなっていうね、うん、今日も一人じゃないんだな、いろんな人と関われてる僕、地球上に、うん、僕一人じゃないんだなっていう、そういう顔して、で、全部僕といるから、そんなこと、まあ、そうだね、プロテインだね。直前に慌てるのが常でさ、ちょっと慌てて今 R 打っちゃったから、ごめん、ちょっとごめんって、ちょっと怒らないでよ、ちょっと、恥ずかしいわ、お前。恥ずかしいことあるんか、ごめん。でも僕、羞恥心をさらけ出すのが好きです。でも、ごめん、でも、もう我慢できない。ごめん、興奮してきた。正直言って私も。でも止めるぐらい叱っていないのだから。そうだよね。最近そうだったもんね。ずっと二人会ってなかったらね、忙しかった。二人とも仕事忙しかったから、私も電話ともやるぐらいしかね。うん、してなかったもんね。うん、じゃあホタル行こう。ええ。ちょっと待ってください。あのもう携帯電話はいいよね。もういいよ、大人の話でしょ。もう到着に聞きます。本当に分かった。ちょっとじゃあ皆さん、じゃあクリボッツの皆さん、悲しいね、僕ちょっとこのこと言ってきました。それじゃあさよなら。悲しいな。